の音。どうも、なおちんです。ツイッターにギア5の動き、そして技なんかがいくつか載ってましたけども、まあ見たところ範囲がやばそうね。ものすごい範囲、そして攻撃力も高そうですね。これは早く使ってみたいな。で、分かったことが、これフォルムチェンジなんだね。フォルムチェンジ、俺キャラとしてニカがずっと使えるもんかと思ったけども、フォルムチェンジをして制限時間の中で使うタイプみたいですね。うん。でもまあ、その制限時間内でしか使えないんだから相当強いんだろうね。カイドウとかもフォルムチェンジでめちゃくちゃ強くなるので、まあそれと同じでしょう。で、実装日なんだけども、まだ未発表ですね。でもおそらく14じゃないですか。14。デラックスエディションかなんかが発売されるのが9月14日なので、多分それに合わせて実装してくるんじゃないかなと思うんですけども、まあどうでしょう。まあ今週ぐらいにはわかるとは思うんですけどね。はい。まあまた情報が出ましたら動画にしていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。